はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきガムゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、本日は信長の野望大使 with パワーアップキット遊んでいくわけでございますけども、前回はね、夢幻のごとくシナリオの長宗我部元親を使って無事にね、天下統一果たすことができました。まあ、長宗我部ね、イベントムービーということで、このシナリオで長宗我部しないとね、イベントムービーが見れなかったということでね、まあ多分イベントムービー、このゲームに収録されているものは全てこれで見ることができたんじゃないかなということでね、まあまあまあかっこいいイベントだったなと思って感動した次第でございますけども、そんなね、長宗我部編の最中にあるコメント欄でね、縛りプレイのお願いをされました。それがね、足軽を使って天下統一してほしい、かっこ農兵禁止農兵禁止でこのゲームできるのかっていうね、まあできる、事実上はできるんだけど、いつもね、やっぱ金銭周りが回んなくなっちゃったりとかするんで、確かに足軽だけで天下統一したことなかったなということでね、まあ、今回はそちら足軽のみっていうのね、やってみたいと思います。で、まあ、あとね、まあ、ついでなんですけども、そのコメントにね、一緒に首切るのはやめてって書いてあったので、まあ、武将ね、捕まえたとしても首切るのは今回はしないと。この2つの縛りを入れてやっていきたいと思います。で、使う大名ですね。使う大名なんですけど、まあ、今回足軽を使わなくちゃいけないっていうところ、そしてコメント欄でね、過去どんな武将やってほしいっていうのがあったのかなっていうのを確認したところ、鈴木重秀で、まあまあ最下衆使ってほしいということなんで、まあ、今回はね、最下衆のいるシナリオ戦国百花騒乱、こちらの方で遊んでいきたいと思います。まあね、最下衆ということなんで、これだね、鈴木重秀、まあ、武将20、国力32ということで、ぶっちゃけめちゃめちゃ弱いです。めちゃめちゃ弱いんですけど、まあ、今回は僕プレイングスキルで今回本気で見せるという感じでね、しっかりとやっていきたいと思います。それでは、バトルスタートじゃい。さあ、戦だ。楽しもうぜ。心のままに生きる。それも悪くないぜ。ということでね、重秀様、まずはこの地図をご覧くださいということで、まあ、いろいろあるんですけど、こちらですね。最下宗国、我らの歩む道は我らが決める、いかなる者の支配も受け入れぬということでね、まあ、めちゃめちゃかっこいいこと言ってるんですけども、まあ、ぶっちゃけ支配は序盤受け入れられる可能性があるというね、まあ、悲しい感じにはなっております。で、まあ、最下衆、鉄砲の製造や扱いに長けた最下衆は傭兵集団としてあらゆる大名に使いました。それは戦乱渦巻く機内において決して豊かではない木に住む彼らが生き残る唯一の手段であったのかもしれませんということでね、結構厳しいところに住んでるからこそ傭兵としてね、稼ぐというのがね、まあ、できると。国でいうとスイスみたいなことをやってたっていう感じなのかな。で、まあ、狙い鉄砲、鉄砲を装備した部隊の攻撃力が上がり射程が長くなるということで、これも非常に強いですね。鉄砲結構俺使うのがね、大好きなんで、この能力はありがたい。そして、鉄砲火事。鉄砲火事のある証券からの鉄砲収入が増えるということで、まあ、基本的に鉄砲使っていかなくちゃいけないんで、この鉄砲を作れるようになる。そして、収入が増えるっていうのはありがたい。そして、傭兵集団。足軽の補給が安くなるということで、今回、いや足軽しか使っちゃいけないっていうプレイをする関係上、この能力がないと本当に、本当に金銭面が回らないということで、これはちょっとね、あるっていうことはありがたい。ただし、まあデメリットとして鉄砲頼み、鉄砲を装備していない部隊の攻撃力が下がるということで、鉄砲をね、準備しないといけない。だから戦争にはかなりの準備がいる家にはなるんですけども、まあ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 、今回の縛りプレイをするには、なかなか向いた能力じゃないかなと思います。そしてもう一つの能力が総起点。最下衆の実態は民たちが集まって村を運営する総という共同体でした。総内では独自の掟が用意されており、それに背いた者には厳しい罰が与えられました。お互いを律し合うことで共同体としての強さを保っていたのですということでね、これまたなかなかいい能力なんですけど、自力救済、表情で軍事の施策力が多く獲得できるということで、この表情系で施策力を獲得できるのはもうどんどん内政がね、
まあ、強化されていくということで、時が経てば経つほど他国との国力差っていうのは大きく開いてくるということで、これはなかなか強い。そして事件談、表情で論議の施策力を多く獲得できるということで、まあ、両方とも論議の能力ですね。論議っていうか、施策力ですね。これはありがたい。そして寄り合い、古参武将の施策力が増えるということで、まあ、ぶっちゃけ両方めちゃめちゃ強いかなといった感じがします。ただし閉鎖主義ということで親善の効率が下がるということで、まあ、序盤ねやっぱ金銭収入のかかる親善が効率低いっていうのはなかなか辛いかなと思うんですけど、まあ、そこはねいろいろ工夫してどうにか乗り越えていきたいと思います。ということで紀州は国衆の持ちたる国、その命運は我ら雑賀衆が握っておりますということで、ね、まあ、こっからゲームがスタートしていくわけなんですけども、まずですね、条件にあった歩兵です。農兵が入ってるんでこれをゼロにしないといけないと。なんで宣戦布告いつも序盤からねガンガンやってったりもするんですけども、まず農兵がゼロにならないと宣戦布告はできないということで、これ時間かかりますね。で、まあ、これで OK なんですけど、お金ですね。お金はとりあえず兵糧はいらないんで、序盤攻めていく余裕なんか絶対ないんで、ね、金に変えときます。で、親善とか打ってもいいんだけど、まあ、効率悪いということなんで、これ今回ね交渉でちょっとせこいけどね、三好もう序盤ね、農兵ゼロにしちゃうし、お金回らないしで、もう絶対攻められたらアウトになっちゃうんで、三好とはちょっと心中でね、同盟関係を結んで他国から攻められないようにしておきたいと思います。同盟っていうかね、もう一方的に従属国属国扱いなんですけど、まあ後で裏切るにしてもね、これの作戦はありじゃないかなという感じでございます。でもちろんね、商業これも重要ですね。マジでお金大切なんで、この進出は毎回忘れずにやってね、金銭収入確保しないといけない。であとはもうこれ新設でだんだんどんどんね、まあ、やっていくんだけど、この辺いらないですね。こんな余計なものはいらないんで全部ぶっ壊します。そして新設で、まあ、俺好みに変えていくんだけど、まず漁村兵糧収入がかしこまりました。これでね毎月手に入るんで兵糧を売れるっていうことがあるんで、この置けるところに漁村はめちゃめちゃ置きまくります。多分兵糧収入もそんなに余裕ないと思うんだよね。かしこまりました。とりあえず置きます。かしこまった。で次に商人町で、ここはさすがにカジソン置きたいんで、ここだけ置きましょう。であと余ったのは何置いてもいいんだけど、まあ、とりあえず準権上2つは置きたいね。まあ裏切るっていう話を考えた時に三好を裏切って攻めていく可能性があるんで、かしこまった。その際に有利になるように2つ準権上ここを置かしてもらっていきましょうか。で後のところに関しては、まあ商人町とか建てたいんですけど、鉄砲火事を建てないといけない関係上、残りは鉄砲火事のために取っとくといった感じかな。よいしょ。でまあ委任ですね、まあ、商業農業を配属回収、まあ、これはいつも通りなんですけど、今回は歩兵こう委任するんですけど、足軽のみとなります。なんで足軽は、まあ、増えたり減ったりすると、減ることはないのかな、まあ、増えることはあるとは思うんですけども、農兵は絶対にやらないと、そういったわけでございます。よいしょ。じゃあとりあえずこのターンは時間進めましょう。特にできることないですね。ひたすら内政強化と、あとはまあ果実を立てていかないといけないという感じかな。よし、心中通りましたね。これで兵数がゼロになったとしても、あの三好援軍を使ってなんとか対抗ができるというわけだ。で軍事と論議の施策力、いやー商業取った方がいいのかな。いやこれちょっと難しいところなんですけど、古参武将の施策力が増えるっていう能力が軍事と論議だったかな、確かね。これ志のこれですね、寄り合いの能力が軍事と論議の方策をそれぞれ4個以上実行するっていうのがあるんで、まあ、これはちょっと取りたいということで、軍事と論議は取りましょう。よいしょ。あ、いいね、絶好調来てくれたのありがたい。表情は終わりだ。で、軍事ね、カジソンは欲しい。で絶好調確率も欲しいんで、ここは取りましょう。
あとはまあ取っといても兵糧消費減少させてもしゃあないしね。こんなもんでいいかな。そしてうちに使いたい2人ほど人が入ってくれました。ありがたいですね。そして足利家が合掌のご内助というね、対面を持ってますよということなんですけど、序盤こんなの気にしてる余裕がないんで、これはもうこのままいきます。で、カジソンを今立てられるようにしたということで、カジソン立てたいですね。もうあとはもう鉄砲でよ、ひたすら。かしこまった。じゃあ、まあ、特にできることないんで、これこのまま時間進めましょう。あ、証券伸ばすの忘れましたね。よくないな。絶対忘れちゃいけないところを忘れたね。じゃあ、商業132、まあ、ちょっと低いけど、とりあえず伸ばそう。で、金がないって言ってるんで、金はね、兵糧を売れば手に入るということで、ガンガン内政で新設で建てていきましょう。カジソンですね、建てるのは。かしこまりました。で、ここかしこまった。ここね、鉄砲の効率上がるんで、ここは絶対建てないといけない。かしこまった。承知いたしました。これで一応全ての国土に、まあ、施設は建て終えたということで、まあ、これはありがたい。で、委任ですね。いつも開発やってなかった、やってるんですけど、カスタム委任で。今回は、まあ、あの縛りプレイをする以上ね、序盤時間かかると思ったんで、内政に国力触れるように、もう完璧な配置にしておきました。で、発展は許可するんですけど、ここ撤去を許可しないにすることによって、まあ、無駄なね、今建てたものを壊されることなく、発展だけやってくれるということで、まあ、これで、あとは AI に任せていきたいかなと思います。とりあえず、ここにいる農兵が、解雇されるまでは待機かな。なんかあった時のために足軽雇っときますか。100人ずつぐらい。そんなに、あ、でも400円。400円なら。かしこまりました。これでいきますね。で、結構、準建所自体は育ってきてる。準建所ってか、建てたね。漁村が育ってるんで、施設収入から320円入ると。これはありがたい。取引を行いましょう。兵糧売却は今日はもうできないんで、このまま行く感じかな。兵糧これでどん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 売れるようになるんで、ありがたいかな。いいね、いいね。めちゃめちゃ育ってきてる。いや、マジで、最下州、土地が優秀だったのは、本当に救いだな。貧乏って言ってたけど、土地は多いね。米また売ります。よし、これでどうにかなるのか。まあまあまあ、でもどうにかするしかないんだよな。よいしょ、キーに進めると。で、まあでもこんな感じでしょうね。まあ、鉄砲貯めたりとかもしないといけないんで、これはこのまま時間進めましょう。いいね、育ってきてるし。ただ内政の強化どんどん入れてほしいんだけど、それは入ってなさそうだな。表情を始めようか。よし、表情だね。で、軍事と論議って言ってたんだけど、軍事取るのないよねって言ってたのは、多分商業とかが取らないといけないのがあったと思うんで、こう取ります。てか金回りが低すぎるとやばい。よし、こっちもやっていけなくなっちゃうんだよね。で、軍、あ、取れるな結構。あー、鈴木茂秀解放はいいね。絶対強い。で、進出費用減少は取っとこう。まあ、あとは、軍事の能力取らないと、あと1個でいいんだね。まあ、こんな感じで。金回り、どうにか回ってきたか。少しずつ。とりあえず、国内に全部証券入れよう。128。いいね、順調に兵は減り始めてる。いいことなのかわからないけど。でも、米はさ、もうあと何期待なんだこれ。あ、でも漁村収入からどうにかするしかないのかな。発展入れとくか、とりあえず。は、は、漁村は入れときたいよね。かしこまりました。じゃあ、このまま。
お、そして志。なんだ、1個目の能力解放です。事件所、あ、事件団かが解放されました。これはあれですね、論議の試作力が増えるってやつですね。ありがたいな、これは。で、兵がめちゃめちゃ減ってきてるんですけど大丈夫ですかね。とりあえず商業を育てないって意味ないんだよな。あ、でも金銭収入上げるために結構やっぱ大手でやってくれてるね。で、今周りの国を見渡してるんですけど特に動きないですね。のんびり待ちましょう。よいしょ。ってことで秋になりました。ご命令を。よいしょ。なんとかだな。で、足軽これ、あ、300人500人、徐々に回ってきてるのが分かりますね。嬉しいことに。ただもう国内はあと木ここだけだね。これで終わりになっちゃうのか。あと金銭収入上げられるところってもうないのかな。一応オートで、商人町だけ発展させとくか。頼む。これはやってくれ。まあ兵たまるまで待機だな。そして、お、助太刀いたす。朝倉、敵が我が領内に向かっております。やばいです、2100で来てしまった。で、これ今回ね、一応縛りプレイということで、あの、足軽のみって言ってるんですけど、まあ当たり前なんですけど、こうなっちゃうとどうしようもないということでね、三好くん三好くんに援軍を借ります。1、2、3。お、軍馬200でいいの？ちょっと待って、そんなにいっぱい借りられんの？安くね？これさ、軍馬、お、軍馬200で貸してくれる。優しい、三好で、お前いいやつだな。じゃあ、ここ9000。ん？これって、しかも俺軍なしでいいの？これでどうなるか、ちょっと一旦様子見ましょう。ちょっと待ってな。迎撃軍を、迎撃させた方がいいのか、先に。させてからでも遅くない？か、先に落としちゃう。どっちが正解でしょう。いや、出陣しよう。最下落ちると、多分しょうもないことになるんで、ここ行きましょう。ここはちょっとダメだね。許せないね。行こうか。で、いざ参ろうか。ここで戦わせてからにします。表情を始めようか。我に、表情。いいね。強化強い。で、これを見よう。これはもう取れてるのか。だから、ロンギア増えるから、ロンギア取ってあげた方がいいね。ロンギと、まあ、軍事取っとく、一応。戦争になっちゃったんで、軍事取りましょう。よし。表情は終わりだ。よし。これで、とりあえずここ、提案力強化。これは取りたかった。で、ここを取ることによって、これで完璧ですね。古参武将の試作力が増えました。ご命令を。もう割と順調にいってるかな。じゃあ、これ、荒らされたくないんで、進むのだ。とりあえず、忠興を倒しに行きます。お見せしよう。そして、大義名分とか言ってるけど、さすがに、三好がいるし、そして、雑賀総国、当たる解放です。寄り合い解放。いいね、いいね。我が核、お見せしよう。そして、猛攻号令。まあ、頑張ってるけど、さすがに兵数差で勝てる。我らに歯向かうとは愚かなもの。ナイスナイス。8000。いざ参ろうか。で、これトイチを取れればでかい。トイチ取るぞ。いいねいいね。トイチ城到着。40日か。まあ、でも強行する価値ある。ご命令を。マジで三好ナイス。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。
そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。